はい、どうも、おはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、イレブンアイズのコラボガシャ、後半戦ですね、をいきなりガシャ動画始めたいと思います。もうね、前半戦で11連引いております。ということで、天井が見えております。そして先進であるリーゼロッテが来なかった場合9回引かなければならないという事態に陥っております。なるべくならリーゼロッテが来てもらえくれて河野城が来ないという理想的なパターンがあればいいんですけども、世の中そんなに甘くはないとは思います。まあね、リーゼロって来てくれることを願いながらね、行きましょう。まあ十分にね、石はね、あるので、取れるのは間違いないんですけど、天井までは行きたくないな。すでにね、もう超えちゃってるんで。さあ、前置きはこれまでにして、まずはですね、1回限定の10連半額優勝ガシャ参ります。お願いします。さあどうだ。おっとミッドウェイ働いております。さあどうだ。おっと虹が2つ、いきなり来ました。さあ開封、素晴らしい成果ですね。おアーサー、おうアーサーはカンストしております。アーサーは終わってます。ナポレオンは嬉しいですね。素直に嬉しいです。さあ、そして、今度は、無料分ですね。無料分からいってみましょう。無料分のガシャ。2回目。無料分は1回目ですね。2回目、参ります。さあ、どうだ。お願いします。まだミッドウェイ、ん、これはオーノー、虹は、お、天才来ました。しかしこれは回収、まあありがとうございます。回収はね、今育っているところなんでありがとうございます。ではもう一度いきます。参ります。さあ3回目です。ミッドウェイが動いて働いて仕事してくれそうな気がします。さあどうだ。全部、お、よかったですね。さあミッドウェイはどう動いてくれる。素晴らしい成果ですね。ありがとうございます。さあこれで天井が、そろそろ一つの天井が見えてきました。お願いします。この城、せめてこの城来てください。まずはどちらかが来てくれることを祈ります。この城リーゼロって、おっと虹が一つ見えました。虹、さあ、おっと回収さあ行きましょう。気を取り直して、3、4回目ですかね。さあ行きましょう。今度はミッドウェイが来なかった巣ですね。巣の状態でどうなる。金が1枚、お、ミッドウェイ来てくれました。ありがとうございます。しかし虹には変わらず、これはまさか。さあこれで5回目ですね。さあ行きましょう。ミッドウェイは来ず。さあどうだ。におっと金は多いですか。虹は来ず。さあミッドウェイはこちらも来ない。残念。さあどんどん行きましょう。
ミッドウェー来ないっすね。さあ、おっと、ですね、狙いどころが来ておりません。狙いどころが来ていません。さあどうだ、ミッドウェーが動いてきて、さあ河野城リーゼロッテ、どちらか来てください、お願いします。虹が来ました。さあどうだ、素晴らしい成果ですね。素晴らしい成果。大なる守護の奪い合いなのだ。ああトロイアです。よし、我輩を連れていくと良いのだ。先進トロイアパラディウム、どのような軍勢からも守り、どこへなりと侵入させてやるのだ。はい、ありがとうございます。まあニューキャラクターですね。ありがとうございます。これはありがたい、ニューキャラクターはありがたい。ということでこれですね。さあ行きましょう。ニューキャラクターはコズですかね。さあ行きましょう。さあこれで後半の決勝は終わるそうですね。ちょっと待ってください、これ優勝を使った方がいいですね。優勝いきましょう。優勝ガシャいきます。残念、天井にを越えてしまいました。はい、天井を越えて狙いどころが一つもこず、残念ということです。はい、というわけでですね、残念ということで、リーゼロッテを交換して終わりたいと思います。最後までね、動画を見ていただき誠にありがとうございました。明日かった、またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラーサマタイ。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。